皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園です。介護スタッフの皆さん、レクの準備って大変じゃありませんか？ネタを考えたり、当日の進行だったり、そんな時のために介護レク動画を用意しました。もちろん在宅で介護をしている方も、自宅で流せばそのまま介護予防動画として使うことができます。皆さんの負担を少しでも軽減できれば幸いです。それでは早速本編に移りましょう。どうぞ。今回はお金の計算問題です。出てきたお金すべてを合計すると全部でいくらになるでしょう。今回の問題で使用するお金はこちらになります。第1問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。まずは少ない金額から。答えは合計で370円でした。第2問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。少しずつ慣れていきましょう。答えは合計で235円でした。第3問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。普通の計算とお金を使った計算、どちらが得意ですか？答えは合計で143円でした。第4問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。だんだん小銭の数が多くなっていきますよ。答えは合計で331円でした。第5問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。繰り上がりもしっかり計算しましょう。答えは合計で495円でした。第6問目、これが前半最後の問題です。余裕がある方は2回確認してみてください。答えは合計で574円でした。前半の問題はいかがでしたか？後半は
出てくるお金の種類がさらに増えます。今回の問題で使用するお金はこちらになります。第1問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。お金の種類が増えて桁も大きくなります。答えは合計で1330円でした。第2問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。疲れた方は休憩しても構いません。答えは合計で845円でした。第3問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。お札には偽造防止のために人物が描かれています。答えは合計で2326円でした。第4問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。お金の識別と計算、脳が活性化していますね。答えは合計で1943円でした。第5問目、出てきたお金合計でいくらになるでしょう。お札に最も多く描かれた人物は聖徳太子だそうです。答えは合計で5345円でした。第6問目、これが今回最後の問題です。最後の問題ということでだいぶややこしくしています。答えは合計で3788円でした。全問終了です。皆様お疲れ様でした。一度リラックスして体を伸ばしましょう。大事なのは正解数ではなく脳を働かせることです。同じ問題でも構いません。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。それではまた別の問題でお会いしましょう。